こんにちは、矢田部です、今日もね、やってきますよ。はい、お父さんお母さんが教えてもできるシリーズ。はい、ね、まあお父さんお母さんじゃなくてもいい。これ多分ね、こうあのお父さん講師呼ばれる人たちが見ても多分役に立つやつです、うん、なんですけども、はい、まずはよくやるやつだ。はい、本当に初心者だったら大体やらされるこれなんですよ。うんうん、やりますよね。はい、はい、ね、こうやってやるんだ。でよくやってこんな感じは悪いで、これだ。ああ、はい。で下向くのこうやってね。はい、ありがちですね。ありがちですね。でこれをどうしたらいいかっていうと、これね、実践でね、まあ何の役に立つかっていうと、まあ今の一つ言えるのはボールの高さを覚える。うん、ボールの高さに足上がらないとまずサッカーできないですから。なるほど。っていうのはあるんですけど、はい、まあこれだとちょっとダメだよね。うん、ボールタッチ、徹底力増すためにちゃんとね、キーワード言っときますよ。ね、はい。え、ダメ？いや、いいです、いいです。ちょっと受けちゃってるじゃない、なんか。らしくねえって。いや、何を言うのか。何を言うのか。嘘嘘。ね、幼稚園でも何でもね、保育園でも何でもね、お友達をいきなり叩いたら仲良くできないんですよ。そうですね。バイってね。はい。あのこれで仲良くしようとするのは原監督だけですからね。これですか ね。これだけね。最近。あ、違う。これはお父さんお母さんしか受けないやつですね。はい。ですね。こうじゃないですよ。仲良くするのはね。っていうね。気に入っちゃってる。気に入っちゃってるんですけど、あの、まあ、違くって、はい、違くてなんですよ。はい、ね。ダメだな。いい仲良くしたかったらどうするかね。これですよね。ねえねえって。はい。ね、いい子いい子ですね。はい。指で触るんですよ。はい。ね。まあ、ダメなんですね。ね。いきなり肩パンとかダメですからね。絶対ダメです。ダメですよね。はい、あの幼稚園児にそういう冗談通じないですからね。はい。あの、待ち切れされますからね。叩いたダメですね。喧嘩になりますね。はい。ね。だからといって、指だからといって、指ならいいけど、ジキッっていうね。死闘もダメですよね。はい。ちゃんと指で触る、うんうん、指なんですよ。ソフトに触る、はい、はい、ここで足ですね、はい、この時も大事、指の裏で触ってあげるということですね。すごいこれ大事なところです、うん、でね、これもう一個、今ね、さっきと全然ね、ビフォーアクター違うのがボールとの距離なんですよ。おー、はい、お友達がね、ね、おはようって言って、はい、ね、ある程度距離欲しいじゃないですか。そうですね。この手のね、距離よりは外にいてほしい。はい。この手の内側にいたら違いますよね。これ違いやすですよね。それはちょっと違いますね。違いやすですよね。はい。あの、幼稚園児だとか低学年だからといって、いつもおはようがこんな至近距離で顔近くておはようはないですよね。ダメですね。ダメですよね。はい。あの、ちょっと距離を離すと。はい。ね。ちゃんとこのね、あの、距離。この距離なんですよ。手より外。はい。もっと言うと、ハンドルですよ。ハンドルとアクセルブレーキぐらいの距離ですね。うんうん。そうすると、これ、視覚って言って人間の目の構造上見えない部分なんで、うんうん。みんなすぐここに置いて下を向いてやると。はい。これやめてほしいよ、というところなんですよ。はい。だからちゃんと、ね、こういったところですね。そうですね、離れたところで指で触るよ、で顔は上がるよ、はい、ね、これ非常に重要なところなので、うん、やるんであればこの他のボールたちも指で、親指ですね、これね、はい、触るよと、うん、シザースとかでも全部そう、この距離ですよ、近すぎるんだよ。そうですね、ね、はい、っていうところが、まずは初歩の初歩でやる部分、はい、まあ、これからね、こういうね、石川とかもそうだけど、雪国はどんどん体育館に入ってきます。ああ、そうですね。そういった中で、やるんだ、これ。うん。その時に土踏まずでとか平気で触るのよ。うん、うん。友達の頭をね、こういう触り方ばっかしないでしょ。ういダメですよね。ダメですね。気持ち悪いよね、そうですね。はい。ねえねえ。うわ、腹立つ。ね。嫌ですね、これは。ね、なんか指がいつもこう反り返ってる感じ、はい、ダメですよね、
だからこれもダメなんですよ、ね、ちょっとこれやろうかな。あ、でも最近コロナで流行ってるから、あ、こう、ね、あのハイタッチじゃなくてっていうね流行ってますからね、はい、ちょっとね、まあ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 、昨日やってる人俺も、ね、目の当たりにしてるんだけどさ。あ、そうなんですか。浜岡っていう人ね、浜岡っていう人ね。あれ名前だけ出てきちゃったよ。名前だけ出てきた。どうする、まあ、そのうち、そのうち出てくるか、はい、徳丸さんのね、もうなんかすごいガチモン系みたいな出てきたよね。あれはすごいですね、ガチモン系、はい、みんなでも徳丸さんになりたいって言ってたから、どうする、え、頑張ってもらって徳丸さん浜岡さんになりたいでしょ浜岡さんになりたいです、なりたいでしょ、まあまあまあ元プロですから彼もね、はい、そのうち出ると思います。まあそのうち出た時のお楽しみで、まあでもね、なんかね、本人ね、マスクかぶろうかなって言ってるからさキャラが渋滞してるよそれはこれからね、こうご期待で、はい、実際ね、個人レッスンもそういう人やっております、はい、まあすごくね評判がいいんですよ、はい、めちゃくちゃ評判いいね、うん、まあ早い者勝ちなんでね、うん、まあ冬休み楽しみにやってもらえると、はい、ね、低学年でも大丈夫ですよ、面白いおっちゃんですからね自分で言ってるのだって言ってますね面白いからね、おじちゃんねみたいなね、すごいよね、はい、あれも面白いね、確かにね、うん、まあまあでも浜岡さんがこうやってるもう全然何だか分かんないね、これね。見てる人分かんない。身内だけで受けてる。身内ですね。ね、会いに来りゃいいんだよ、だから。はい。はい。ということで、ぜひね、お家でやってほしいと思います。はい。はい、チャンネル登録、お願いします。